皆さんこんばんは。ゆっくり霊夢です。はじめましての人ははじめまして、マリサだぜ。今回のダビスタ、春 G1 が本格的に開幕。しかし3歳クラシック路線に駒はいません。しかし小馬勢力は充実のラインナップ。ブレイブバッジがここに来て上り調子だな。すごい変換だな。この動画が良かったら高評価、チャンネル登録、コメントもお待ちしております。うぷ主を奮い立たせるために頼むぜ。それでは本編スタート。まずはスノーアイスです。引退です。ズコ、いきなりかよ。短距離路線の名脇役として頑張ってくれました。今思えば中距離でもいけたんじゃないかと思わせます。ダメだこいつ、なんとかしないと。スノーアイスは2億2000万を稼いだな。あっぱれあっぱれ。オープンは2勝、G1 でも3着がありました。スノーアイス、お疲れ様でした。さて大阪ワイです。セルダムシーンを使います。ノープロブレムも使います。どうしたら良いかわからないノープロブレムだな。問題しかない。屋根は関東の名手を配しました。戸崎と武志か。富澤武志。敵も万全で文句なし。それからオケ館の方や。まずは歌舞伎モンスターです。ここは1勝クラスに出走していました。さっさと卒業してくれ。今回も捕まるパターンか。そうはさせん。これダブルミーニングです。公式でそうか。やったぜ。これでオープン入り。時間かかったな。さてお次は大阪ワイです。ここはどちらも人気だわね。時代がいよいよ来るか。5歳で油乗り切ってるからね。サーモントラウトくらい油乗り切ってるわ。おう。あとはグランアレグリアをどうにかせねば。おい、やれ。は、くさ。全国の視聴者様、お茶食いたら許してください。ないない、ナイスネイチャー。さあ頼むぞさん、4番人気。コマ中距離のビッグレースが間もなくスタート。セルダムコースタート。いいぞ今回は前か。ノープロブレムはどこでもいい。11番セルダムシーンすっと前につけます。2番手4番トリオン、10番ビクトリー後位につけています。内側7番コスモファントム、これを見るように外側。さあ最後の直線、番手からセルダムシーン抜け出すとこでノープロブレム。2頭が激しく競り合っている。ここからが勝負どころ。坂を登ってトリオン。ダメだやられる。グランアレグリアか。何、うわー、親父の断末魔が。グランアレグリア堂々と降臨。セルダムシーンは6着ね。ノープロブレムは距離が長いのか。困ったやつだ。馬券は GET。 まあいいでしょう。お次は新馬がデビューです。マリサライジングの3区わあ子供か。名前はプレデリアンにしました。ギャロップレーサーのプレデリアンくらい活躍してほしい。願望が強いわね。いいでしょう。さてお次は KOY です。宮記念出走組を使います。ブレイブバッジ、ストームゾーン、まんじゅうフォースね。引き続きよろしく。さあ人気はどうだ。トムクラ側が軍団の中では一番人気があるわね。他は仕上げてないからということで真実に目を背けるな。まんじゅうは5番人気だったのか。印よりも走るタイプだわね。ノープロブレムの逆バージョンだな。スタートしました。さあスタート決めたぞ。まんじゅうとブレイブバッジが早い。トムは後ろからだな。ここは先行押し切りに期待しつつ後方からズドンで。14番ダノンスマッシュ、11番ブレイブバッジ方位をキープ。さあ最後の直線、ブレイブバッジが先頭、まんじゅうが追う。しかしダノンスマッシュか。昭和モダンも来た。外からまんじゅうが迫る。おいしいよ。そんな迫り方あるか。ここは2着か。見せ場十分よ。この調子なら本番もやってくれるか。いいと思う。それではお友達紹介を。初対面の人紹介してよい。それやたあきこな。さてトムゾウはあっけなかったな。トムクラって呼んでたらすまん。作った動画は確認しような。自分が作った茶番の確認ほど虚しいことはないぞ。たまに笑ってるじゃねえか。ダビスタ96の凱旋門は傑作だと思ってる。さて仕切り直しだわね。引き続き安田記念です。トライアルはあくまでお遊びよ。勝ってから言え。まんじゅうフォース、川田、ノープロブレム、戸崎、ブレイブバッジ、雄一、ストームゾーン、たけし、
さあ何としても勝ってくれ。他力本願が過ぎる。どれも出来は良さそうだな。さあ人気はどうだ。やっぱりノープロブレムだわね。こうなったら期待しちゃうぞハート。キモ、まんじゅうは衰えてるな。一番激走が期待できるのが皮肉よね。皮は厚めか。まんじゅうとか肉まんは厚いのが好き。うく主は大阪だから蓬莱で育ったからな。新幹線で食うなよ。親父、今度こそ頼んだぞ。天気は二度負けられぬ。それ悠々白書のしぐれや。そのネタ好きだな。グランアレグリアからの馬単位聞き流しかよ。気合入ってんな。長い歴史と伝統の1600m、誇り高きマイラーたちが挑みます。順当か波乱か、運命のレースは間もなくです。スタートしました。少しバランスさあバラバラのスタート なんだこれは。なんなんだこれは。落ち着け。9番ダノンスマッシュ、12番シルポート譲りません、4番ミスターメロディ好位をキープ。さあ最後の直線、みんな頑張れ。うちブレイブバッティ外まんじゅうフォース、おえ、おんだ。外からなんか来ている。まんじゅうフォースが飛んできている。よっしゃーブ、やった、やったぜブ。勝ったのはまんじゅうフォース。誕生は川田雄が騎手。それ加速していた。五号圏在まんじゅうフォースがここで初 G1 制覇。すまん、もうダメかと思った。感動であります。この高メンバーを相手に見事、グランアレグリアは2着。ふん、親父やるじゃん。まんじゅうフォース、父ブラメンテ、母リンフォースという5歳の母馬です。生産、オーナーともに名門マリサファーム。いつから名門と錯覚していた。重賞制覇こそあるものの G1 は前線までとしていましたが、ここで G1 制覇を決めました。それでは生産者の霊夢さんにお電話と思いましたが、お時間が来てしまったようです。霊夢さん、一言だけお願いします。はい、チャンネル登録と高評価もお願いします。霊夢さんでした。来週は別動画を作成するためお休みします。業務連絡でした。今後のマリサファームの快進撃にご期待ください。それでは皆様、ご視聴ありがとうございました。しまう。